よっしゃー、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よし、今回は白雪美穂さんのね、攻略していこうかなと思っております。で、今攻略サイトをちょっと見ながらやってるんですけど、いつもなんか適当にやってたら適当に出てくるので、今回は演劇部をね、演劇部をまあいろいろパーってやってから白雪さんを出していこうかなと思っております。で、ちょっと前、俺がランキング決めたときに、どの順番だったかな、みたいな。確か、なんだっけ？あれ、あいつ。ホムラちゃんを1番にして、こいつをね、2番にしたんだよな。だから結構ね、楽しみっちゃ楽しみなんだけど、まあ、性格上ね、一番好きなパティンっていうのがね、やっぱヒカリちゃんだったっていうのがね、一番やけど、でもね、ちょっとね、占いが大好きということでね、まあ、ちょっと期待はしてる。だから、ね、結構ね、前回がね、あかねちゃんあんまりね、好きじゃなかったな、俺はな。うん。で、今回はね、マジで期待してる。ということで、とりあえず出るところまで、カットしたいと思います。すいません、大丈夫ですか？ついぼーっとしてて。あれ？来ちゃったよ。びっくりした。完全にあいつかと思ったよ。カエデコちゃんかと思ったわ。あなたはどうしたの？お名前は？まあだけど。ありそうです。それでは今の子誰？あれ、ね、誰？あれ、そうか、演劇部で会うんじゃなくて普通にああやってって会うんか。予想外だわ。じゃあとりあえずデート誘いまくるまく誘いまくりまくかるか誘いまくるまくるか。はい、今度はあれだな、占いのやつだな。これ多分見たことあるんじゃないかな、みんなも。多分みんなのじゃなくて、まあ11人なんたら攻略の時とか多分見てると思う。知らないの？美穂の占い超当たって。そうなんだ。知らない。そうなんだ。それじゃあ俺も占ってもらおうかな。何をする、やめろ。白雪さん絶対やぞ、あの女ども、マジで。おこんにちは。こんにちは。やあ白雪さん、そうだ、俺のことを占ってよ。ええ、出た。油断は大敵です。それだけ、はい、それじゃ。確かにな、爆発したらマジやばいからな。今日から合宿だーということで、あ、白雪さん。うん、ありがとう。マイペースでいいから大丈夫さ。白雪さんも気をつけてね。もうこいつさ、マジでさ、デートめっちゃ断れるんだけど、もうやばいよ、これ。もう死んじゃいそうだよ、俺もう。何回断れ？ 10 回は断られたな。ああ、間違いね。は、覗くし。俺よ、マジで。左！はあ！誰か知らねんかい。はい、そうです。来い！シェルクさん、魔王だけど。何のご用？これから、花火大会に行こうぜ。よっしゃ、来たー。やった。超嬉しい。もうほんとデート断ってばっかりだからよ、こいつはよ。おーい、浴衣姿も絶対ピンクと思ったけどね、服装は。あ、白雪さん。私、花火大会とか縁日の活気って大好きなんです。そんなこと言いながらお前ほんとに神社めっちゃ断りやがってよ。神社何回断った？お前3回断ったからな、覚えとんか。ほんとになんか占いがダメなんで、うぜー。すごく似合ってる。かわいいよ。なんかさ、選択肢が全く一緒なんだけど。どうしようかな。これがいいな。浴衣、綺麗だね。柄もすごくいい。これ、母が作ってくれたんですよ。作ったの？すげえ。で、バッチリじゃなかったな。くそ、バッチリがよかったな。まあ、花火は飛ばしてと。花火って、夜空のファンタジー。極めて現実的な化学反応だと思うけど。
そうだね、写真撮っておこうか。そんな、本当にそんな感じだね。どうしようかな。写真はなんか嫌いそうだな。うん、これは同情しておこう。本当にそんな感じだね。技術とかあるんでしょうけど。うえ、バッチリ。以上に楽しかったです。本当に来てよかった。やったー。それじゃあ私は帰りますね。じゃあお疲れ様です。お疲れです。さあ白雪さんとデート行くぜ。そのまま中央公園じゃなくてバス停遊園地。もうね、ミスらないようにね、ちゃんとメモをしようとね思う。うん、しっかりね、しっかりね、もうメモをする。もうその癖をつけよう。うん。うわ、ごめんなさい、遅刻しちゃいました。うぜえ、これはうざいわ。あはは、ごめんなさい、遅刻してしまいましたとか言う女の子おったらマジでぶん殴るわ。これでさ3時間ぐらい待っとったらマジで殴るわ。とほほ笑ってごまかす気だよ。どうしたんです。なんでもない、行こうか。うわ、こいつ最低だな。マジ顔だけやな、こいつあれやな、最高やな。あなたの運勢を占ってきましたよ。非常に良い運勢です。おー、え、あ、占いね。じゃあいいことあるかな。アトラクションが楽しみだよ。はい、早く入り。そうだね。てかめっちゃあれな、服装めっちゃ肌出てんな。どこから行くんですか。めっちゃペッ、あ、いや、あー、そうだね。占いの館、はい、もちろん。じゃあ行きましょう。鼻うっせ、鼻うっせ。あ、占いの館ですか。ありがとうございます、とか言えよ。占いに興味を持っているんですね。よかったね、シェイクさん。じゃあ入ろうか。でね、一応ね、8月なんで、ナイトパレードがあるんですよね。ナイトパレードがあるから、まあ、好感度上げやすいっていうやつですね。さてさて。あなたは占いを信じますか？俺ね、占いはね、正直あんまり信じないんだよな。シェイクさんの占いは絶対だと信じてるよ。占いは系統学だからある程度は信じるよ。占いみたいに怪しいものは絶対に信じない。はーい、一番上が一番いいんだけどな。正直ね、真ん中がな、押したい感じはするな。で、最初のね、この、来た感じあんまり好きじゃなかったもんな。まあ一番上だな。シルクさんの言う、占いは絶対だと信じてるよ。そうですか？え、三角回。あ、ナイトパレードだ。もうそんな時間。行こうか、シルキさん。こいつ絶対の大人やったらあれやな、あれだよ、デート行った後、うわめんどくさかったとか言ったから、後ろでタバコ吸ってそうなイメージやん。まるで映画のワンシーンだよね。どうしようかな。人って偉大だよね、シルキさん。はい、実感しています。おお、割といい印象。丸、二重丸があったような気がするんだけどな。今日は楽しかったです。今度誘ってくれる時が。おい、お、途中まで一緒に帰りましょう。お、これは好感度上がってるな。これもうみほちゃんって呼んでも大丈夫そうだな。寝るか。いや、みほちゃんいけるかな。まだいけんか、やめとこ。白雪さん、真央さん、声でわかりましたよ。今日も元気ですね。なんで俺が音読みしとんやろ。よかったら一緒に帰れない？もちろん帰りましょう。イエーイ、帰ろうぜ。すいません、遅れちゃいました。おお、いいね、そういうのが欲しかったんだよ。大丈夫、俺も今来たところだから遅刻じゃないよ。じゃあ行こうか。今日はどうします？並木道の方が方を散歩しようか。多分気持ちいいよ。はい、うん、調子悪いな今日。ここで向かい合っていると何か起こりそうな気がします。小説、恋愛小説の一文のように、サスペンス映画のワンシーンのように、バラエティのドクターバターのように。一番上だろこれ完全に。はい、あ、おー、バッチリ。何回バッチリ何回。反応めっちゃなんかうわーって感じだったけど、私の占い以上に楽しい。おい、私はいいね。いや、今回マジで期待してんだって。頑張れや。よーし、文化祭だー。今回は演劇部の出し物ですね。演劇部どんなんだったかな。一回多分見したと思うんですけど、ただ主人公が、ただいまから、あ、
飛ばしちゃった。まあいいや。次だな、次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 見せようかな。うん、バッチリだったな。終わり。終わりそうだな。お、でも最高の文化祭だったな。いいね。いいじゃないか。お、白雪さん。恥ずかしいですから、見ないでください。え、そんなこと言われたら逆に意識しちゃうよ。それじゃ、もう行かなくては。さようなら。あー、まだドキドキしてる。変態だな、この主人公。正月でーす。進むねー。お、白雪さんの年賀状だ。白雪さんらしい、かわいい。シンプルすぎるな、ちょっとな。で、今回はね、あんまりね、こう、人を出さないようにね、まあ、ちょっと考えながらね、能力チャップをしてきたんですが、まあ一人だけちょっと出しちゃったね。二人か。二人出しちゃったんだよな。ちょっとミスったな。こうやって考えるとね、なんかね、11人攻略でね、俺いけそうな気がするわ。俺、また最後やってみようかな。できんやったらできんやったでいいけど。やってみたいな、また。11人攻略。おー！違うやつじゃん。じゃあ、これ自分のかな？祭りの時は。私和服は苦手ですけど、祭りの時はね、お母さんのやったけど、十分気候なせてるよ。和服も似合うね、かわいいや。白雪さんのイメージとは違うね。真ん中だな。 ありがとうございます。バッチリー。じゃあ行こうか。そうです。ういと、恋愛かな。とりあえず恋愛だな。あんまりデート行ってないからな。まあみんな、多分カットばカットカットカットだからな。せっかくですから。嫌だね。まあやるけどさ。おみくじって私好きなんですよ。まあおみくじも占いも一緒だしな。どれどれ、今年の運勢は大凶だと。結果はどうでした？最悪だ。とっても興味深い。それってどういうの？吉とか凶とかじゃないの？凶？何ですあれ？あれ？バカなの？え、のぼせたの？じゃあちょっと休んでから帰った方がいいよ。あ、いえ、大丈夫です。楽しかったですから。うん、気をつけて帰ってね。お前が遅れよ、バカ野郎。主人公何してる？一緒に帰るよ、バカ野郎。お、白雪さん、どうしたの？数学の教科書貸してくれませんか？お前ら数学の教科書好きだな。なんかもっと別のやつないの？数学？今日あったかな？ちょっと待ってね。あ、あったあった、はい。ありがとうございます。昨日遅くまで予習してたら。うん、勉強熱心だね。声でわかりましたよ。今日も元気ですね。うん、元気です。よかったら一緒に帰るの？もちろん帰りましょう。やべ、何もしてねえ。お、来た。もらえんと思ってた。あ、白雪さん。はい、チョコですよ。俺にギルドは嬉しいよ。そうですか、喜んでいただき。否定してくれないのか。よし、これが見れたから、あとは、あれだな。あとデートばっかりだな。デート、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 デート！ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。